11月20日金曜日、いなべコミュニティプラザで、いなべ市在住の介護者を対象に、脳卒中の早期発見と予防、高齢者の食事介助についてと題した教室が開かれました。これは専門家による講座を通して、介護についての知識を深めるとともに、日頃介護をしている人自身の健康管理も行って元気に過ごしてもらおうと、いなべ市地域包括支援センターが実施したものです。講師を務めたのは、いなべ総合病院の脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の三谷優子さんです。脳卒中には脳梗塞など血管が詰まる場合と、脳出血やくも膜下出血のように血管が破れる場合があること、また脳梗塞の前触れといわれる一過性脳虚血発作は、片方の手足のしびれや舌がもつれて言いたいことが言えないなどの症状が一時的に現れます。しかしそれが短時間で消えてしまうので、見逃しやすいことなどを皆さんに伝えていました。続いて、日常生活に必要な機能回復をサポートしているいなべ総合病院の作業療法士伊藤雅俊さんが、正しい知識を持って高齢者の食事の手助けをしてもらおうと、飲み込みの仕組みなどを説明しました。また最近よく耳にするようになった誤嚥性肺炎は、食べ物などを飲み込む力が低下して誤って気管に流れ、それが肺に入って炎症を起こすことによるもので、その肺炎による死亡者のうち 96.5% が65歳以上であることなど、注意を促していました。さらに、食べ物などが飲み込みにくくなる嚥下障害の人たち用に作られ、とろみをつけたお茶の試飲も行われ、介護されている人の気持ちを体験していました。ここでお知らせです。市内在住の認知症介護者を対象に、心ホットカフェが開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。